どうも、男崎幸太郎です。本日もリハビリ動画を撮っていきたいと思います。前回の動画を撮影してから1週間経っています。病院のリハビリ施設で、握力検査したところ、この手術した方が、握力が21ぐらいでした。どんなリハビリをしているかっていうと、こんなリハビリになります。ご覧ください。どうぞ。まあこうやってボールを持ってやってます。あとはこうやって、握りながら、家でやってるんですけども、こうやってこう掴んで、やってます。ちょっとコメントとかメッセージいただいたんで、答えさせていただきます。これ何ですかって、どこで売ってるんですかってことなんですけど、こちらは僕の所属している芸人野球チーム伊集院光さんがラジオでもおっしゃってたんですけども、くれましてですね、僕結構気分もちょっと怪我した時に落ち込んでたんで、まあ、気分も上がるようにっていうことで、いただいたものです。まあ、しっかり、映っちゃいけないところはしっかりこれやったんですけども、これは、これ言っていいのかどうか分かんないんですけど、おです、おいです。ただ、これ貼ってるんで、まあ、見えないようになってるんですけど、まあ、これを僕はこう日々握りながら、握力も鍛えれるし、メンタルも、上がっていくっていう実際に効果はあります。正直初めどうなのって思いましたけども、やっぱメンタルも良くなっていくし、握力もちゃんと効果は出てるんで、いいんですけども、ここで病院の先生から言われたのが、いわゆるこういう握りとか、こういう握りは、いいんですけども、こういう握り、こうやって握るのはいいんですけど、こっちではなくて、こっちの引く方の力がすごい、弱いんです。力が入りにくい、状態。なので、本日は、こちらと勝負したいと思います。プロ野球チップスと勝負っていうことなんですけども、開けれたら、カードを、公開したいというふうに思いますので、まずは開けるところからいきたいと思います。開けるまでが勝負なのでね。それではいきます。幸太郎が、プロ野球チップスを開けれると思う人は、左足で見てください。で、幸太郎は開けれないよって思う人は右足で立って見てください。要するに僕がリハビリ頑張ってるんで、見てる皆さんも一緒にリハビリを頑張ってくださいっていうことですね。それでは行きたいと思います。レディーガー。おーいった、クリアー。ちょっともう一回行こう。いきます。開けるか開けれないか、いきます。勝負、プレーキューチップス勝負、レディーゴー。クリアー、クリアー、クリアです。あれ、昨日開けれなかったんだけどな。っていうことで、気になるカードの方開けたいと思います。このカードは、待ってくださいね、このカード開けるのが、このね、ノリがあるんですけど、ちょっと待って、プロ野球チップスは開けれたけどもカード開けれない。え、ちょっと待ってやばいかも、痛いもん、マジで本当に。ちょっと待って、乗りつけすぎだって。あって、
けた。よし。これは多分開けれると思うんですよ。いけた。どうでしょう。レアカードかな。カード。オープン。でねん。誰だ。おお、佐藤輝明。そして。開拓よ。キラー。これキラーだよね。開拓や。1992年11月5日生まれ、男崎世代です。男崎幸太郎1992年生まれです。大分県出身です。170センチ、87キロ、170センチ、俺より小さい。俺171だから。1センチ俺の方がでかい。右投げ右打ち、キャッチャー2010年、育成選手、ドラフト6位、育成です。洋子館高校、ソフトバンク、2011年から。開拓屋のキラー。スターゴールドって書いてるね。佐藤輝明選手です。2020年ドラフト1、三河学院高校、近畿大学、阪神タイガース。126試合に出場、101安打、24本塁打、打率2割3分8厘。もう将来のね、村上宗隆選手とか岡本選手とかのもうライバルになるバッター、もう絶対ホームランを取るバッターだと思います。ということでね、以上、プロ野球チップス、レアカード開封動画でした。でしたっていうかになりました。簡単にプロ野球チップスを開けることができます。っていうか僕の握力がもしかしたら強くなってるのかもしれません。最後ちょっと測りたいと思います。この間より多分ね、これ強くなってる多分。レディーゴー。23.2 上がってます。だいぶいい感じになってきましたね。ちなみに左もう一回いきます。左が、49、これ49でございます。見えるかな。まあっていうことです。まだまだですね、リハビリを続けてって、まあ、目標は、こっちと同じ握力に戻すっていうのがもう大前提で、まずは手前30ですね。30まで、これをしっかり握りながら、いきたいと思います。左手に、回、右手に、おっ、はい、っていうことでね。普通にリハビリしてても、なかなかテンションって上がってこないんで、僕は本当に真面目に、メンタルも鍛えながら握力も鍛えようって思ってますんで、よかったらどんどんコメントしてください。以上、男崎幸太郎でした。ありがとうございました。